今日はここまでにしておきましょう。お疲れ様でした、七の里さん。なんだ、もう終わりかよ。はい、今日はこれで十分です。どうぞ、ホットミルクです。変なもん入れてねえだろうな。もちろん。サンキュー。わっち、もっと冷ましておけよ。あれ、まだ冷まし足りなかったですか。すみません。ったく。そういや、聞いてくれよ。この前ミホッチが私の牛乳プリン勝手に食ってやがったんだぜ。それは楽しそうですね。は？お前人の話聞いてねえだろ。牛乳プリン食われて楽しいわけねえだろ。いえ、七の里さんはずっと楽しそうですよ。いや、そりゃずっと不機嫌なわけねえだろ。そうかもしれませんね。その言い方、なんかはぐらかそうとしてるだろう。いやまあ、確かに最近結構楽しいけどさ。ほら、言った通りじゃないですか。ほらじゃねえ。牛乳プリン取られた話に楽しそうって言われて楽しいって答えるやつがいるわけねえだろ。って言われたんだけど、どう思うよ。任務中にする話ではありませんね。荒玉ちゃんを見つけたわけじゃねえんだし、固いこと言うなって。牛乳プリン買って返したと思うんだけど。当たり前だろ、食われたままにすっかよ。てか、ミホッチはどう思う？どうって言われても、楽しそうって言われたんだよね。クッキーが楽しいならそれでいいんじゃない？そうなんだけどさ、なんか気になるんだよな。バンツグミが言いたかった本質はそこではなく、七の里小吹が変わったということでしょう。あ、変わってねえだろ。昔だって別に荒玉ちゃんと遊んでる時以外楽しいことがなかったわけじゃねえぞ。私は変わったと思うよ。会った頃は清香ってフッキーから距離取ってたけど、今は違うでしょ。いや、そう言われても私は変わったのか？来たぞ。おや、今日は不機嫌そうですね。また朝倉さんに牛乳プリンを。いえ、寝不足ですね。なんでわかった？クマできてますよ。誰が見ても一目瞭然です。ち、目ざとすぎなんだよお前は。で、なんで寝不足なんですか？本は読まないですよね。断定すんな！というか、お前のせいだよ。は、私ですか？そうだよ、お前が楽しそうなんて言うから、なんか変わったとか変わってないとかいう話になってごちゃごちゃして眠れねえっての。支離滅裂ですが、私が楽しそうと言った話を調査隊の皆さんに話したら、七の里さんが変わったという結論になったというところですか？そうだよ。そんなことで悩むなんて、七の里さんは本当に変わりましたね。私が変わったってお前もそう思うのかよ。はい。そんなの変わるに決まってるじゃないですか。誰だって周囲の人間の影響を受けますよ。私だって調査隊の皆さんと関わるようになって変わったでしょ。そうだな。いや、変わったのか？すまん、覚えてねえわ。過去の七の里さんは本当に荒玉のことしか考えてなかったようですね。そんなの当たり前だろ。加えて、そばにいたのが私のような人間ばかりとなると変わって当然なんですよね。まあまあ、変わろうが変わらなかろうが、七の里さんは七の里さんですから、あまり深く考える必要はないと思いますよ。説明するのが面倒になってきたろ、お前。てか、適当に煙に負けると思ってんだろうけど、今回は逃がさねえぞ。これは参りましたね。七の里さん、以前よりも生き生きとしてますし、余計なことは考えないでいいと思うのですが、なんて言えば伝わりますかね。
ちゃんか？グッドタイミング。やっぱり七の里さんは荒玉が出た時が一番楽しそうですね。そういうところは本当に変わらないです。んなの当たり前だろ。じゃあちょっと行ってくるぜ。お土産のデータお待ちしてますね。ああ、期待しとけよ。